インスタントジョンソン杉のしゃべり杉ちゃん、イエーイ。はい、ということで始まりました。あ、月末恒例でございますね、インスタントジョンソン杉のしゃべり杉ちゃんでございます。さあ、ということでございまして、こちらのラジオでございますが、いつも私最初いつもこう一人で喋り出しするんですけども、必ず私相棒がいないとですね、話が上手にできませんので、2023年の6月今日お付けでですね、新しくコンビを組みました、すずちゃんすぎちゃんのですね、すずちゃんでございます。すずちゃん、はい、はい、すずちゃんでーすね。すずちゃん、いいですね、名前ね。はい、いや、いいですね。ね、ちょっとこう、あの、鈴っていうのを検索するとね、ええ、もう、鈴安さんの鈴か、広瀬すずの鈴ですから。だいぶ、だいぶ、すごい、絶対検索出てこないパターンじゃないですか、今日から広めていきますよ、鈴はこっちだぞと。すずちゃんね。鈴は。すずちゃん、すぎちゃん、すぎちゃん、すずちゃん、どっちですかそれ。いや、それはすずちゃんが先ですよ。はい、すぎちゃんはちょっともうほらワイルドだろうの方に行っちゃいますから。はい、さあ、はい、ということでございまして、フットボールマガジンの記者でもございます、すずやすさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、さあ、ということでございまして、6月、全部とは言わないですけども、印象深かった試合とか、MVP とか、いろいろと振り返りながらお話ししていきたいと思いますが、鈴安チョイスじゃないですけど、どうでしょう、どの試合振り返りましょうかねっていうことです。ああ、そうですね。はい。まずね、でも、こう6月、1ヶ月振り返ったときに4試合やったんですけど、はい。はい、あと、間に天皇杯も入って。そうですね。そう、だからね、まずね、この19節藤枝で、はい、その後に天皇杯、秋田が入って、その後、徳島アウェーがあったんですよ。ああ、そうですね。アウェーだったんですよ、その時に。天皇杯入ったから。はいはいはい、大変なアウェー戦ですね。それがすごい大変だったなと。あと、藤枝戦って、大雨で、そう、止まっちゃったじゃないですか、いろいろあれでしょ、試合時間が17時に変更したやつですよね、14時からね。はい、そうだから、あれも朝、僕前ラジオで仙台一緒にアウェー行った時のサポーターの皆さんと、はい、おじさんたちで行ったんですよ、また藤枝に。いい旅だな、なんか。ちょっといい旅っぽいな、なんか。楽しそうだな。そう。で、やっぱり雨、はい、大雨だったから、はい、これは、今までの勘で言うと、甲府のアウェーとかもそうなんですけど、はい、大体あの辺って雨降ると、山越えたりとかするんで、ああ、そうですね、うんうん。雨降ると大体その一般道も含めて、交通止めになるっていうのは大体あるんで。うん、まあそうです。しょうがないね。これ、地政学的にね。うん、はい。で、富士山が近づいてくるし、はい、だろうなと思って、で、御殿場あたりかな、はい、で、やっぱ案の定高速はもう止まってて、まあ止まってましたね、確かにね。そうそうそう、はい、うん、であとは一般道の交通止めって出てこないから、あそう、一応サイトはあるんですけど、細かく出ないですよね、あれね。細かく出ないし、タイムラグはあるじゃないですか、どうしたって。はいはいはい。で、それで見てて、あ、やっぱ案の定やっぱこうダメだなと、御殿場あたりで。で、キックオフも後ろに倒れちゃったんで、うんうん、沼津あたりの漁港に行って、美味しい、アジを食べて。あ、美味しいですよね、沼津のね。そう。うん、そうゆっくりして、それで藤枝に入ったっていうのが一番なんか、この1ヶ月では印象深いですね。やっぱりね、ないんだ、あんまそういうのは。いや、そうそうそう。だから、僕自身が。あれですよね、なんかほら、こう楽しみたいですよね、せっかく行くなら。そう、アウェーは、皆さん、サポーターの皆さん、それをセットだと思うんですけど、ね、もちろん、そう、サッカーもそうですけど、やっぱ、地のものをね、うん、そう、美味しい地のものを食べたりも、ワンセットで、このアウェーの
旅っていうのは楽しいですからね、きっとね。そう、それをやって、うん、僕いつも仕事で行って帰ってみたいな、で行って帰ってすぐ原稿書いてみたいなをするじゃないですか。はい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 。ほぼあんま楽しまないというか、で別にご飯がどこ行って絶対食べようとかってあんまないのもあって、うんうん、そのまま流れちゃって行って帰って終わりみたいな感じが多いんですけど、なんかこの藤枝線とかに関しては、はい、あ、なんかそういう美味しいもの食べれたなっていう ふと まあまあまあ、でもあれですよ、環境がね、なかなかのその日厳しかったじゃないですか。はいはいはい。まあよく僕も先輩から言われるのは、厳しい状況が見えてる時こそね、うん、笑ったり楽しんだりすることの方が、うんうん、まあ、大変かもしれないけど、うん、いい光が見えてくる、うんうん、なんか自分に暗示をかけるじゃないですけども、みたいなことをね、よくアドバイスいただいたりとかもするので、まあ、僕も一人でね、うん、ご飯食べ行ったりとか仕事でね、行ったことのない地で一人でご飯食べたりすると、まあね、ちょっと寂しいじゃないですか。はい。そういう時はもうなんかね、一人でね、食レポの練習しますね、そういう時は。ああ、入っちゃってくる。プラスにしちゃうみたいな。そう、もうこれほら、お仕事で来るかもしれないじゃないですか。はいはいはい。だから、その時にやってくださいって言ってもできないから、もう、それこそ牛丼屋入る時に、さあ、ということでございまして、こちらはですね、なんつって、マスクの、はい、マスクしてる内側でモゴモゴなるほど、なるほど、なるほど。で、これ、あ、いいなと思うんですけども、これ、旗から見たら、たぶんやばいやつだね。モゴモゴしてる。あれ、インスタントジョンソン過ぎたんだよ、みたいな。そう。モゴモゴしてる。モゴモゴして、それで外出てって、僕はスーパーマーケットとかドラッグストアとか、はい、コンビニのそのご当地の、行くの大好きで。はい。だからその地方行ったところのこの何ていうんですかね、うん、あ、何この見たことのないスーパーマーケットみたいなのがあると、やっぱ中に入って、またそのなんかあるじゃないですか、そのご当地のスーパーマーケットの売りみたいのが、それをまたマスクしながら、おや、これは何でしょうかみたいな。ちょっとこうあれですよね、リアクションをちょっと大きくしてみたいな。そう、リアクションちょっと大きくで、そうするとね、お笑いライブの最初のスタートの時のこう、うん、オープニングで喋る時とかあるじゃないですか。はいはいはい。ご当地のなんかスーパーマーケットの話とかドラッグストアの話するとめちゃくちゃウケるんですよ。ああ、そうですか。ああ、行った先でテンダーみたいな。そうです、そうです。ああ、なるほど。だからね、もう365日芸人やってますよというのと一緒と、やっぱ鈴安さんも365日栃木 C の番記者をやっていますが、その中のちょっと休息ですね、そういうね、おいしいもの食べようみたいなね、まあ、そういうのはあった方がいいな。はい、まあね、でも、いや、いいと思います、すごくなんか健全で素敵なエピソードだなと思います。はい、これで終わっちゃいけないんですけどね。はい、今ちょっと締めそうな流れでしたね。いや、だから6月はそこ、まあ、そうやって始まって、うん、まあ、これ藤枝線に関してはね、先チームは一回あれですよね、東京駅行って、で新幹線動かないで戻って、うん、立ち往生しちゃって、で宇都宮駅から戻って、うんうん、それからまた次の日の朝朝一で出て、うん、バスで結局交通行止めになってるから、下道6時間7時間ぐらいかかったとかっていう、ね、そうで大変ですよ、これ本当大変だと思いますよ。そう、キックオフの1時間半ちょっと前ぐらいかな、着いたのねえ。いや、待ってたんですよ、スタジアムで。もう記者席のとこ座って、いつ着くかなと思ったら、ようやくそのチームスタッフの人が記者席のとこ来て、うんうん、あ、鈴木さん今日もよろしくお願いしますみたいな声かけてくれる、とかいて、あ、あれだ、宮吉君の弟。宮吉さんね。はいはい。そう、が来て、よろしくお願いしますみたいな、うん、そこで話したら、ちょっと6時間、7時間かかっちゃいましたね、みたいな話して。ねえ、あれはね、なんかこう、まあ、まあまあ、このラジオ聞いてる視聴者の方は、まあ、もうご存知だと思うんですけど、あの状態で、まあ、惜しかったですけどね、勝ち点3まであとちょっとでしたけど、よくあれですよね、栃木市のためにこのみんながファイトしてくれてる姿が見て取れて、うん、なんかね、こう勝ち点3を選手たちに取らせてあげたかったなっていう気持ちが強かったですね、すごいね、惜しかったですけど。
これね、6月、そういう意味で、なんかその藤枝戦のあの粘りみたいなのが、まあ象徴的っちゃ象徴的なんですけど、あの、はい、5月のマンスリー1ヶ月間と比べて、こうやってパって見ると、はい、あの勝ちきれてはないけど、安定はしてるんですよ、だいぶ。5月に比べると、藤枝戦1-1ドロー、あ、まあ、うんうん、最後の最後、追いつかれちゃったら、あの厳しい追いつかれ方ではあるんですけど、うん、で、その次、アウェーの徳島戦は1、まあ、ちょっとビルドアップのミスで1-0、1.1 失点して、1-0なんですけど、うんうん、でその後あのホームに戻ってきて、町田、首位町田戦が1-1、まあ、最後ね、うん、エリキにやられたってなったと思うんですけど。うん、で、この間のあの山口戦0-0、うん、まあ、これ後半今までこう中盤失速してたっていう流れから、あの、はい、まあ、高木さんがボランチ入ったっていうのももちろん一歩大きな効果だと思うんですけど、あの、はい、最後終盤攻め込ん で 決定機も作って、うん、で勝ちきれなかったみたいなドローだったわけですけど、はい、そうですね、全体的に安定して、ゲームのこう進め方が少しずつ5月と比べると安定してきた。確かに5月ってそれこそ前千葉戦のアウェーの千葉戦の全然こうあの戦ってないみたいなゲームもうちょろちょろあった時なんですけど、そういうなんかあのアウェーのアウェーの千葉戦に関しては、なんかこう、不思議な試合でしたよね。なんだろう、あの試合みたいな感じですけどね。そう、ぽわーんとして、ぽわーんとしてた、確かに。ぽわーんとそのまま行ってあの負けたみたいな。ああ、そう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 。そういうゲームは、この6月に関してはなかったなっていう感じ。確かに。勝ちきれたのはないですけどね。一勝もしない、ね。町田戦に関してはあれでしたね、まあ、前半とかは本当に栃木市の試合だったっていうのと、はい、まあ、後半になってからなかなか受け身に回っちゃったな、はい、あの後半交代選手が入った時にパワーアップできてないなみたいな課題を山口戦では後半入って逆にパワーアップしたみたいな感じでしたよね。だからね、そういう部分を一個一個捉えれて修正していくのであれば、まあ、僕らはあのね、やっぱなんていうんだろう、チームの横にいる人たちだから簡単に言えるかもしれないけど、うん、実際それをこうやれそうな感じしますよね、これからはね。それを全部一個ずつ、そう、6月はそういう、そうそうそう、まあ課題は引き続いているから、うん、まだなんていうんだろう、こう完全克服みたいな感じではないと思うんですけど、はいはい、はい、まあでもこうなんか もがいてる中で6月は少しこう、あ、こうなんつうんだろう、5月がこう乱気流の中で、ね、進んでたところが少しそこを抜けて、はい、あのこう、まあ、ちょこうなんつうんだろうね、その安定期といったらおかしいのかな、まあなんかこう勝ってないからね、うん、何とも言えないんですけど、あのこう7月に向けて少しこう、うん、上向いてる感の兆し、あ、まあ、ちょうどそれこそ高木さんこの間試合後に言ってたけど、こう良くなる兆しが見えたっていう、そのぐらいの表現でちょうどいい、まあ、そうですね。なんか勝ってない、まあ、勝ってないからね、もちろん何とも言えないですけどね、まあ、もちろんね、あの勝ちが最高に一番気持ちはいいんですけど、うん、本当にあれですよね、こうなんだろう、あの引き分け狙いに行ったよみたいなことじゃなくて、うん、あそこ決めとければ勝てたな、この試合勝てたなっていう引き分けみたいなことが出てくるって悔しいんですけど、うん、はいはい、なんかあの栃木市らしさも出てきてますよね、その形ができてるなみたいな。 それはねなかったですよ、5月は とりあえず5月はなかったです。5月はもうだって大体水戸に最後ね逆転されそうになるような引き分けとか、そうそうそう、ねえ、なんかサッカーってわかんないですね、だからね、ほんとね。そう、だから6月は2回そういう意味で追いつかれちゃったドローと勝ちきれなかったドローと、まあ、まあ、そうですね、これ1個でも勝ってたらなとかっていろいろ思いますけどね、終わっちゃったことしょうがないですけど、
これもう何年も何年も栃木市と一緒にやってるけど、まあ、栃木市に限らずね、みんな自分の好きな、あのチームがあると、そのあれがなんとかだったらなってみんな思ってるでしょうね。そう、もうないんですよ。タラレバは絶対にないんですけど、そう、応援してる方の方が意外とタラレバが多いですよね。そうそうそう、まあでもしょうがないですけどね、それがね、まあ応援だからねっていうことですけども、さあということでね、じゃあちょっとこれいつもほらここからだらだら俺が喋っちゃうから、よくない本当に、あの反省する部分これだね。30分がちょうどいいです、やっぱこうピタッと30分ぐらいで、ね、そう今だからここからはもう早速、その僕と鈴安さんが思う、もう MVP と裏 MVP と最後スポンサーの締めに行ければいいんですよ、はい、これで。あ、そうですか、はい、そうです。もうだって5月と6月の違いっていうのはもう分かったわけじゃないですか、この試合に関しては。はいはいはい。で6月に関してもこれ分かりやすかったですじゃないですか、もう本当に、はいはい、町田戦は前半栃木だったけど後半がちょっと受け身になった、だけど山口戦は後半からパワーアップして栃木の試合だったみたいな、でもどっちも引き分けだった、じゃあこれから7月のどうなるみたいな、うん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 、ちょっと期待感がねもうあるっていうのが分かったんで、じゃあこの6月1ヶ月踏まえた中でのまず MVP いきたいなと思うんですけど、どうしても僕から先行くか、うん、鈴安さんから行くかどっちかなんですけど、だから僕から行きますよ、いつも通り。いやいや、僕からで行きますよ、じゃあ。いやいや、僕からで行きますよ。いや、なんか、いや、一緒かなーなんてまた思ってましたんですけど。あ、一緒じゃないかなー。あ、マジっすか、うん、そうっすか。僕は、あの、いろいろ、それこそ、うん、それこそ、なんだろう、福森選手とかって言いたくなっちゃうところなんですけど、もう福森選手ってずっと言ってたら、そろそろ4カードぐらいできますよ。そう、ずーっとだって、はい、ずーっとあの見せ場を作ってるじゃないですか、彼が。確かに、うん、ファイターだから。ファイターだし、サイドで時間を作ってこうゲームメイキングして。マイボールにするのがうまいですよね、それで。ボールもしたやつ、ね、そう、うん、ボールは奪うし、自分で運ぶし、カットインしてクロス。クロスからアシスト決めるしみたいなこと言ったら、うん、福森選手になっちゃうんですけど、うん、まあちょっとそこはもう殿堂入り、はい、何それ、もう早い、何だろう、何なんですかその殿堂入りって、殿堂入り早いな、まだまだ3月からやってて 3,4,5 で3回しかやってない、ね、本当はあれでしょ、福森選手って言いたいけど、まあ毎回聞いてくださってる方から見たら変化がないから面白いみたいですね。そうそこはあのチャンピオンは一応殿堂入りにしちゃって、それにも劣らず、あ、今回輝いてたなっていう選手が鈴安さんの目に留まったんですね。うん、そう、こう尻上がりに、でここからまだ完全にこう上がってないけど、あのここからかなっていう選手を一人挙げるとすると、分かった、はい、分かった。ちょっと待って。分かった。え、でもこれ一応、ええ、いや、当たったらはいって言ってください。違ったら違ったでいいです。はい、吉田選手でしょ。あ、違います。じゃあすいません。なんかよ、吉田選手ごめんなさい。吉田選手もいいと思う、本当に。いや、俺めっちゃいいと思ってたんで。はい、いや、はい、俺はいいと思ってましたよ、ずっと。あ、じゃあ、それよりも、いや、天皇杯とか、すごい吉田選手もあったし、そこからこう、ね、ぎゅーっとこう来てる感じあるじゃないですか。ああ、ありました、すごい、ボールの奪い方とかもいいし、ドリブルもすげえなと思って、うん、あと、クロスのなんかこう、期待感でしょ、癖がすごいというか、ね、癖がいい、あ、確かに。コーナーキックのボールの癖もあって。うん、いいな、俺も MVP 選んでる人だよ、アメリカと。早く言えって。あの、はい、宮崎選手。おこれはいいですね。うん、宮崎選手が今、こう、ぎゅっと来てるかな。まあ、天皇杯でも、うん、天皇杯、秋田戦、すごく、もうポストプレーで、はいはい、干渉してよくて。はい、うん、でその流れから迎えてこう首位町田戦、うんうん、センターバックの間に挟まれながら、うんうんうん、決め切っちゃったみたいな、まあ、あれ福森選手のクロスですけど、うん、まあ、それもある、まあ、クロスの質が良かったってもちろん、あそこにボール来ないと決められないんだけど、大丈夫ですか、そっち行っちゃわないですか、話また
まだね。まあでもあれチームとしても良かったんだよね、点の取り方。確かにね。点の取り方がずっと言ってるのが一個形に、あれですよ、ハイプレス、ハイプレスから相手に苦し紛れのボールを蹴らせて、で後ろで福島選手が胸トラップで回収して、でそれをボランチにつけて、ボランチがサポートに入って、でボランチが逆サイドに展開して、これも ずっとこうし体に染み込ませてる、あのボールのこう動かし方のパターンだった、確かに一つなんですけど、はい、逆サイド持ってって、で今度こう左から右に今度平松選手が本当奥の福森選手にこう長いボールでフィード入れて、うん、揺さぶってる間に全体を押し上げて、はい、で福森選手がクロス入れる時にはこうサイドからこうサイドの右サイド福島選手、山選手が背後を取って、うん、でこう内側に入ってくるコースを開けて、福森選手が内側入ってクロス入れて、うん、で宮崎選手が、まあ、そこで、まあ、クロスの質もいいし、宮崎選手の強さも出たし、はい、出たそう、でその後ろ側に吉田選手もちゃんと詰めてたし、詰めてた、よく見てんな、うん、やっぱ鈴木さんな、うん、本当にだ、そういうのが本当にチームとしてあの狙い通りというか準備してた通りの形からちゃんと点取ったっていう、町田はなんかああいう形でやられるの初めてだったらしいですよ、今シーズン。そうなんですか。あんなクロス1本でやられちゃうっていうのは一番よろしくないっていう。じゃあ、まあまあ、町田が多分一番気にしてて、ストロングにしてた部分をこじ開けたみたいな。うん、クロスからやられる、シンプルにその1本でやられるなんていうのは、まあ、町田、あれですか、あの試合の時点で一番失点数少ないチームだったんで。なるほどね。そう。まあ、ああいうこう、なんていうんだろう。こう簡単にやられすぎちゃ、やられすぎじゃないですか、町田からしたら。シンプルなクロス1本でやられちゃう。確かに。そう。黒田監督もそれは言ってたけど、まあ、あのチャンミンギュー選手の少し癖というか、うん、そういうのもあったらしいんですけど、へぇ。課題としてるところが出たらしいんですけど、まあ、そこが、うん、そこに対して宮崎選手のストロングが上回って、決め切ったみたいなゴール。なるほど。もあるし、まあ、うん。まあ、そういうゴールと、あと、山口戦もそうだったんですけど、やっぱポストプレーでもう、完全に、はい、あの勝ち切って、で、根本選手に対するとか、矢野選手、その背後抜けていくっていうところのチャンスメイク、彼が大体してる、うんうんうん、一本ボール、まあ、ゴールキーパー、藤田選手からとか、あとセンターバック勢からこうフィールドに対して、うんまあ、あの形、負けないんだよね。大体すらして勝っちゃうんだ、あそこで。あと、あれですよね。その宮崎選手の、その、ほら、シーズン始めたての頃の、その、競り合いで、結構ファール取られてたじゃないですか。うん、そう。それ減りましたよね、最近。めちゃくちゃ改善したんだなって思って。そう。改善、本人が改善しようっていうふうに思ってたので、気をつけてるのもあるし、うん、あとな、本人、僕もちょっと記事化しましたけど、あの、はいはい、それこそ、秋田天皇杯の秋田で戦った時に全然ファウル取れなかったんですよ。ほう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 。相手のセンターバックで何もできずにもうゴリゴリ抑えちゃって、ではいはい、チャンスのやっぱ起点になってたんですけど、本人が宮崎選手言ってたのは、その主審の人が J1 の普段担当主審の人で、うんうん、なるほど。で、全然ファウル取られなかったんですよ。あ、じゃあその、まあ、まあもちろん審判もね十人十色ですけど、やっぱその人によってやっぱあれがファールじゃないかみたいな基準がちゃんとあって、まあ、J1 だったら取られないとか、J1 のなんかあのなんだ普段のあのなんつうんだろう、スタンダードだと取られないみたいな感じで、でこれが J2 だともう少し、多分コンタクト的なところのガツガツ感みたいなのが、出てくるから、主審全体的にジャッジが、まあ、少しこう、きつくなるのか。フォワードが腕を使ってるとかに対してのジャッジがちょっと厳しめになるみたいな傾向は、なんかあるんじゃないかみたいなところが、まことしやかにささやかれてるみたいな。感じ。ああ、でもそう考えるとやっぱその相手だけじゃなくて、そういう主審の癖みたいなのも見て自分のプレーをこう少し考えてやったみたいなことですね。じゃあね、そうだけど、それをだから宮崎選手は、あ、これ J1 だったらこうファールになんないんだっていうのを感じて、ああ、いや、あんま考えすぎるのもよくねえなみたいな、
ことを思ったらしいんですよ。で、今までちょっと考えすぎちゃって、バランスが崩れてた。感想ね。だから、そういう、だってよくね、頭で考えて、瞬間瞬間のプレーが頭で考えすぎるのって絶対大体良くないじゃないですか、そういう。確かに。あの、こう本能的に体を動かして、そのスムーズ、自分のスムーズな感じの動き方しないと、大体なんか、こっちをこう意識しすぎると、こっちがおろそかになってるってあるじゃないですか。いや、もう本当に耳が痛い。あの、芸風と一緒。いや、僕もそう、原稿書いてて、なんかこっちにこう注力すると、こっちはおろそかになるみたいな。よくわかるわけですよ。いや、もうもっと大きく言えば人生と一緒だわ。そう、大きく言うとそう、人生と一緒。考えすぎちゃうともうろくなことないっていう時ありますもん。悪い方向に行っちゃって、うん、そうで考えすぎちゃうとその本来のパフォーマンスが出ない、本来あるべきパフォーマンスが出ないみたいな、まあ、多分そういう状況にも陥ってて、でそこを普通にこうナチュラルにあんま考えすぎないで小頭に入れる程度ぐらいで やり始めたのが町田戦であり、この間の山口、はいはいはい、だいぶスムーズにいってたんで、あれそれをそのままキープしていけば、うん、もっと、まあ、僕だって宮崎選手はあのポストプレーで J1 いけると思ってますからね。いや、まあ、マジでそれは俺も同意です。いや、すごい強い、うん、本当に多分 J2 で一番強いですね。ね、確かにね、多分、うん、俺ちょっと町田黒田監督とか好きなタイプなんじゃないかなってちょっと心配してるんですよ、それ。いや、もうダメ、そんなこと言ったらダメだって、それ。いやいや、本当に、いや、鈴谷さん、ここはね、誰が聞いてるか分かんないんだから、フェイクでもいいから、ちょっと。いや、でも、あいつはちょっと欠陥があるからなとか言って、嘘でも言わなきゃダメですよ、これは。なんで、しかも、ああいうヘディング決めちゃったわけじゃないですか。まあ、そっかそっか。町田戦で、そう、うんうんうん。よくあるパターンというか。まあね、まあチームにとってはねってことだけど、やっぱ本人がね、うん、どこまでやっぱ個人昇格できるかは勝負してるでしょうから、ね、まあまあそういう意味では応援もしますけども、なんかね、難しいな、この感情つのな、栃木市をって考えるとね。いや、でもまあ、それはまあ置いといても、あのポストプレーだけでも、僕は本当に一芸で、本当抜けていると、うん、俺、全然勝負できると思うけど、うん、まあ。もちろん他のね、アベレージも上げていくとか、自分で決めきるとか、なんかそういうのを上げていかなきゃいけないんだろうけど、そういう一端を見せたな、見せてるから、ちょっと残りの20試合もちょっとお願いします。本当、そうですね。はい、いいじゃないですか。なるほどね。じゃあ、分かりました。いや、いいです。ちょっと思いのほか長かったです。はい、いいんでしょ。いいです、全然いいです。熱い思いと、全く異論反論ございません。むしろその話、僕も大好きなやつだったんで、はい、ただちょっと長いなと思いました。だから大学なんだもんね。そうそう、で俺が今から喋るからすごいプレッシャーかけた。いや、まあまあ僕はちょっとシンプルって言い方失礼かもしれないですけど、やっぱりちょっとすげえなと思ったんで、高木選手なのかな。ああ、高木選手ね。やっぱりなんていうんですかね、縦一本。はいはいはい。その簡単に、簡単にやってそうに見えますね、あれね。そう。で、なんか、そのなんて言ったらいいんだ、この、僕はね、いつも思うのは、どの職業に関しても、すごい難しいことを、見てる方には簡単に見せるじゃないですか。はいはい。それがプロなんだなってちょっと思ったりするんですよ。ああ、うん。俺だってできるぜぐらいに勘違いさせるぐらい簡単に、はい、難しいことやるじゃないですか。はい。それを何本もやったじゃないですか。何本もやった、あの試合。でも、高木さんのなんかその、なんつうんだろうな、得意としてる視野でプレーしてたっていうのもすごいわかるんですけども、うんうん、はいはい。で、ほら、サイドチェンジなんてもうワクワクでしかない。うん、右サイドから左サイドへ胸あたりぐらいにこう、あ、ね、受け身になる人の選手の胸あたりぐらいにしっかりポトッと多少 逆回転かけてね、はいはいはい、あんなのもね、あ、この人のサッカーの生き様みたいなのが全部出てるわって。もうなんかね、袖でね、袖ってごめんなさい、芸人の言い方しちゃった。袖の見方してますからね、杉さんね。スタジアム
ベンチのね、ベンチの後ろの方で見てましたけど、やっぱ自然と言葉が出ちゃう。すげえ、やばい、マジかみたいな。いや、いっぱいありましたよ、この間のゲーム。いや、もう詰まってたじゃないですか。うん、僕、一個、うわって思ったのは、やっぱそれもチームでハイプレスかけて、はい、相手のサイドバックがこうやって中に入れたボールを、後ろ、最終ラインが下がりながら、平松選手がヘディングでこう返すんですけど、それをそこに高木選手がこうサポートで受けに行って、はいはい、でそこでまずピタッてこう収めて、で相手プレッシャーそのまま前向きに来てるから、うんうんうん、来てるんだけど、こうちょっとこう、うん、背中で右とか左か分かんないけど、こうスッとこうやるペイントかけていなすんですよ。やる。相手はこっち行くんだけど、こうみたいな感じで逆を取るから、そうするとその瞬間にそのプレスの矢印がキュッてこう、うん、ああみたいな感じで、あのはまらなくなるんですよ、それだけで。で、1個そこで落ち着くから、あのそうボールが落ち着いて、でチームもそこで1個こう、当たってこうそこで潰されないというか、うん、それが非常に大事で、まあ、去年、八谷選手とかも やってたプレーだと思うんですけど、もう、こう俺が今それ、ね、俺がそれを思ってたんだから。とか、まあ、みんな思ったと思う、その瞬間。そんな無理無理、そんな保険かけたって、無理無理。いや、じゃあ、本当そうですよ、マジで、それ、本当、鈴安さんで今おっしゃってる通りで、うん、背中1個、足元のステップ1個で、局面変えるんだもん。相手に対するそのなんだろう、前に行こうとしてるあの感じをいなすというか、そうそう、なんかそれがそうなんだ、わざとらしくなくてすごい爽やかにやるというか、そうですね。でもう次の展開考えてるじゃないですか、2手3手ぐらいは、うんうん、でこうそういうのも、まあだからもしかしたらこう引き分けで悔しいなと思ったけど、ああいう見せるサッカーみたいのはやっぱ残像としてまだ残ってるというか、やっぱすげえ楽しかったな、ああいうサッカー見れるのもっていうのもあって、それでまああのそれこそあの控えで、まあ途中から出場することが多かったじゃないですか、高木選手最近ね、うん、はいはいはい、でまあその日も山口戦もまああのベンチの裏の方で浩二君と2人で見てたんですけど、まああのアップしてる途中に高木さんがおトイレ行く流れで、うん、僕が高木さん、行っちゃいましょう、今日は。お願いしますみたいな感じで言って、うん、で、浩二君も、洋次郎かよみたいな、今日行っちゃうよみたいな。したら、高木さんが、任しといてください。残り1分でやってやりますよとか言うから、もうそこでちょっと笑っちゃって、みんなで。また1分そうそう、まあ、それ冗談で言いながら、うん、でも、それでもちょっと早めに今回出て、でやっぱ高木さんこう出してくるから、あやっぱすげえなと思って、あれでね、最後勝てたらもっと格好全員がヒーローだったなと思ったんですけど、まあそれは7月にこうお預けみたいな感じにしてね、うんっていう意味でね、まあ鈴谷さんももう僕ももちろんサポーターの方もみんな感じてると思うんですけど、僕はまあ今回本当高木さんのミスザ、これザ高木っていうのが出たプレースタイル見て感動したんで、MVP。なんか逃げ、あの、この間のゲームは、それこそ点取らなきゃいけないっていうあの時間だったんですけど、うんうん、なんか、これからも、まあ、もちろんスタメンで出るっていうのはもうあると思う、まあ、監督も全然あるっていう話、昨日取材したときに言ってたんですけど、うんうん、あの、ゲーム展開、ボランチに、例えば途中で入るとしても、こう状況が点取らなきゃいけないって状況じゃなくても、うん、逃げ切る、1-0 リードしてるときに入ってもらっても、うん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 、ボールをこうちゃんとこう動かして、時間を作るみたいなところのポイントとして、全然ありなんじゃないかなってちょっと思うんですよね、やっぱ守備強度を上げるっていう方向性と、あのボールをちゃんと握って、うん、ちゃんと背後を取るボールを入れるとか、うん、っていう時間の使い方とかいろいろあるじゃないですか。まあ要は相手の出場のくじくってやつですよね。そう、前がかりになってるところをうまくいなされて、
相手も、うん、うわもうなんだよこいつってイライラしてくるみたいなやつですよね。それはね、少しやっぱ逃げ切れない試合っていうのはだいたい自利品に、うん、自利品こう後ろベタッとこう5枚4枚がベタってなっちゃって、確かに奪ったボールどうにもならんみたいな感じに、はい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 、なることが多いんで、そこはやっぱこう勇気を持って、で高木さんもね守備この間山口戦の強度っていうよりかタイミングでパセンってこう奪ったシーン2回ぐらいあったんですけど、うんうん、タイミング前詰めちゃうみたいな、そういうのうまいし、そうそうそう、その辺はいろいろチャレンジの仕様はあるんじゃないかなと思うんですよ。チャレンジ次第ですよ。監督これに関しては、いやいや、もうこれは監督に任せるし、僕らは監督を信じて、僕らができる限りの後押しをするっていう、たぶん監督も相当こう、今、戦ってるでしょうし、うん、まあ、孤独な戦いになる部分は、まあ、大半占めると思うんですけど、まあ、やっぱり、ね、僕らも同じような感じで戦ってるぞっていう気持ちがね、伝わるとね、いいなと思うんで、もう監督に任せて、そして選手と、僕らの応援で勝ち点3をね、うん、取る姿をみんなで歓喜で喜びたいですよね、うん、うん、そういう思いですね、はい、うんうんうん、いい締めだ言っちゃダメ、まあね、裏 MVP が、ね、あそうこういいですよ、じゃあ裏前 MVP いきましょうかね、うん、裏 MVP 僕から言いますよまた、ああいいですよどうぞ、あのね、これ、まあ、誰って言ったらいいかあれだけど、ああいいですよ、まあ、象徴的な光景としてやっぱあれですね、うん、今月に関しては町田首位町田戦の前の、チームのバス待ちバスが入ってくるところの、はいはいはい、入り待ちの、まあ、ファンサポーターがもう はい、すげえ盛り上がってたんですよ、まあ、知ってる俺もそこに入ってましたから、入ってました、いましたよ僕も、はい、イベント広場にあの栃木プロレスさんがプロレスやってるところで隣でこうチームバスが、はい、まあ、あの公道から入ると 150m ぐらい、ね、はい、スタジアムで、そうそうそうそこでこう、うん、ゆっくり徐行しながら進んでいくわけじゃないですか、うんうんうん、でそこのこう両側にファンサポーターが陣取って、うんで、うんうん、すごい盛り上げて、はいはい、でやっぱ選手に聞いたらやっぱもうみんなそれぞれ集中してる状況でこうスタジアムに入ってく段階だから、うんうん、なんかね、それぞれイヤホンしながらあの音楽聴いたりとかするんだけど、やっぱこう目に映ってくる風景っていうのは飛び込んでくるから、うん、そうするとこうね、いろんなこう芸フラとか旗とかあの声だとかがこう目に入ってきて、でその時に宮崎選手は聞きたいからです、バスの前のドア開けてもらって、うん、だけどもうめっちゃ聞いて、その声がなんかバスの中に入ってくるとみんななんかもうみんなもう戦闘モードに入ったみたいなことを言ってたんですけど、あこの直後の町田戦で宮崎選手自分初ゴール、今季初ゴール決めるわけだから、いやこれ最高じゃないですか、なんかキュッてこうスイッチ入るようなやっぱそういう力を、あのホーム戦はああいうのがこう一つの象徴としてあって、なんか良かった、良、うん、かったな、すべ、うん、てがね、すべてうまくいくわけじゃないだろうと、なんかそういう盛り上がりみたいなのをこうポイントポイントで作っていくのはすごい大事だと思うし、あのあれです、6月に関してはその赤いヒデがね試合後言ってたんだけど、うん、今日ゴール裏の応援めっちゃすごかったっすねみたいなこと言ってる試合があって、うんうん、まあそういう町田さんの後だと思うんだけど、なんかやっぱ少しずつね、なんかその辺のなんかギアが入ってきてる感じがひしひしとあるなってちょっと思いました、ね、いいですよ、それもだからね、かっこ悪い言い方するかもしれないし、かっこいいは、うん、悪いことが俺はかっこいいと思ってるんですけど、すいません急に哲学っぽくなって要はあのいや魂ですよやっぱかっこいいのは、はいはいはい、マジでやっぱ魂込めてるやつって、はい、なんか周りから見たら何あいつ熱くなってんだよってなるかもしれないけど、うん、かっけえよって思う、うん、今をすごく生きようとしてるし、はいはい、なんかそれを見て俺は勉強になるし、自分ももっと魂込めなきゃなとか、うん、なんかすごいこう鼓舞されるというか、うん、でそれがすごい象徴されてて、うん、特に町田戦は特にね、はいはいはい、でその鈴谷さんがおっしゃってたサポーターの方たちがね、
で、僕もあの中に入って実はやってました、その、うん、やるぞっつって、うん、はいはい、で試合後にあの翔くんと佐藤翔くんと話してて、はいはいはい、あの応援マジであのすごい俺ら振り立って、うん、あの社内の温度って外に伝わってましたかみたいな、だから何を言わんとしようとしてるか分かってるんですよ、はいはい、そのな中でのその試合前だし社内という空間でその自分たちもサポーターに向けて圧を発してたんですよ、この行くね、俺たちだって行くねみたいな、これ伝わってましたかって言うから、いや俺はちょっと遠目で見えなかったわーって冗談で言ったら、じゃあそれなんだよ杉さんとか言いながら、まあ冗談でね、いやそうつって、こういやすごいそのね、あの空気が やばかったよ、すごい良かったよなんて話をしつつ、やっぱ選手たちもね相当燃え上がってた、あの応援でね燃え上がってたらしいですし、あとあの栃木プロレス僕一緒にやってたんですよ、はいはいはい、栃木プロレスのあの解説実況一緒にやってたんですけど、そうです、途中でね栃木プロレスで使ってたマイクのなんか、うん、なんか自家発電の充電器みたいなのあるじゃないですか、ブッってやつ、はいはいはい、あれが ぶっ飛んじゃって、はい、マイク使えなくなっちゃったんですよ急に、はい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 、もうプロレスなんてマイクのあのパフォーマンスがないと意外とこうね地味に見える時があったりするじゃないですか、はいはいはい、それでもうやばいと思って、で自分なりに規定を聞かせたんですよ、そのサポーターの人がこう拡声器持ってるサポーターの人がいて、その人が試合前に栃木プロレスの試合前に僕のとこ来て、あの選手たちがあのバスで入ってくる、その時に少しゆっくり入るから、はい、杉さんその栃木プロレスの中の時に選手たちのバスが入ってきました、今回少しゆっくりめに入ってきてるから皆さんもバスの周りに来て熱い応援お願いしますって言ってくれませんか、うん、って言うから、うん、全然いいよっつって、はいはい、もちろんだよっつって、で、はいはい、拡声器使えますかみたいになってたから、いやマイクがあるからそれで言う、はいはい、なってたんですよ、だけど、はい、マイク飛んだでしょ、はいはいはい、で選手バス来てるんですよ、そろそろそこにもう来てるわけですよ、俺が見えてるわけで、もうパニック、どうする、一回パニックになってブワーってあっちのあのサポーターの拡声器持ってる人のとこ行って、うんうん、でそれであのいろいろ事情説明して、うん、もう俺も焦ってますよ、もう、うん、マイクが飛んでそのサポーターのバス来る、それを言えない、マイクがない、だからその拡声器を貸してほしいって言ったらポカーンとしてるわけですよ、興奮状態で言ってるからね、そう、杉さん何これ片言にみたいな、いや待って、なんて言ったらいいんだろうな、とにかく、今プロレスやってる、マイクがもう電源が入らなくて、だけどバスが来てるからみんなに言わなきゃいけなくて、その拡声器を一瞬貸してくれないか、あーあーあーってサポーターの人がなって、でサポーターの人がそういいですよってなったんです、うん、でも最後にちょっと杉さんすいませんと、これ返してくれますよねって絶対返すみたいな、でそれがあって持ってきて、あの急に拡声器であのまだ栃木プロレスやりながら選手のバスが入ってきて、拡声器ですいません試合中だけど今選手バスが入ってきて、今ゆっくり入ってきてるからみんなでこっち来て選手たちをこう応援して鼓舞してくれないかーつって言い終わって走ってすぐそのサポーターの人に行って、うん、ありがとうーつってすごい渡した瞬間、ウィー、あー、助けみたいな、ギリギリだ、ギリギリセーフみたいな。そうか、そうか。そうだね。サポーターそっちやらなきゃいけないからね。そう、こっちもドキドキしてるし、あっちもドキドキ。覚醒器ねえよみたいな。すげえ。そう、実はこれ、見えないこう連携プレーがね。なるほどね。どっちもこう、成功、ギリギリ成功させたみたいな。そうだから今回の MVP 裏 MVP は俺いや拡声器間違えた拡声器大活躍そういうのもね、だからまあその裏 MVP はそういうのもあったし、あとやっぱりそのミュージックフェスで歌ってくれた横田さんとか川本さんとか、あと栃木プロレスでそのね、あのスタジアム DJ でこう哲さんから奪い取ってあのスタジアム DJ とかあれも盛り上がったし盛り上がりましたね、はいはい、うん、だから、そういうとあとまああとあれですね、あのテレビ朝日の番組で萩野公介さんと寺川アナウンサーが来て、それでまあいろいろこう回って栃木 C の試合熱い試合見れてよかったですとか言ってくれたりとかして、うん、まあ、もちろんサポーターの人もそうだけど、そういうなんかこう栃木 C をみんなで支えようそういうふうに盛り上げようって
思ってくれる人たちにまた改めて感謝の意味を込めて皆さんに MVP 裏 MVP ということで、うんうんうん、示させていただきます。ありがとうございます。いやでも本当になんかこうぎゅーっと言ってるこう、うん、感じがあるんだよ。で言った通り多分魂じゃないですか。本当そうよ。いや本当に絶対魂なんよ、うん、そうなんですよマジで。みんなそれぞれね、それぞれ自分の立場に置き換えて、うん、魂を込めて仕事するというか役割果たすみたいなところをやっていきましょうって話なんですね、うん、そう、もう改めて思ったことはね、栃木 SC がいてくれて俺の人生は豊かになってる。確実に。だからその栃木 SC が僕の人生を豊かにしてくれることによって、はい、やっぱり僕はそのもちろん仕事も頑張るし、うん、人とのこう関わり方とかいろんな人に感謝したり、今ここにどうしてこうやって自分があの楽しく生きていけるかっていう感謝もちゃんとしながらするとやっぱり、うん、あの自分のねできる範囲栃木市でみんなでこう支え合ってる人たちがね、うん、より頑張ってんだぞっていうね、なんか徒党組むチャンスでもあるから、はいはい、さらによりねより徒党組むチャンスであるから、はい、なんかね、はい、改めてねなんかそういうのを感じた6月だったんですよ本当に。うん、だから栃木市がねいろいろ教えてくれてるんですよ。いやいやいや本当にそう。こんなだって栃木市なかったらその要するに感情でいう喜怒哀楽が、うん、こんなにこう動く揺さぶられるなんて普通にな生きてたらというかないじゃないですか。はい絶対ないと思ってる俺はそれを生きちゃうけどねこの栃木市っていうのが主役だから、うんうんそれがあるっていうのは栃木 SC を通してそれをこう共有できることがこう言ったら人生の豊かさにつながるっていうのもか、うん、もう欠かすことができないみたいな感じ。そうです本当そうです。わけですよ素晴らしい、ね、だから素晴らしいラジオになってますよこれ。素晴らしいラジオだってマジ栃木 SC なかったら俺と鈴谷さんがね道端でねこう出会ってもね、はい、何にも話ししないで素通りですよ。本当そうです本当にそう。ああ栃木 SC が結んでくれてんだからっていう。いや本当にそうなんですよ。そうなんですよ。なんかだからね改めてねなんかこうよりもっとね、うん、栃木 SC のために何ができるんだろうとか、さらにそれにプラス自分の人生を豊かにするにはどうすればいいんだろうとか、うん、感謝するのがもっとあった方がいいんじゃないか人のためにとか、うん、いいラジオだなやっぱこれ。もう魂のラジオだ。これ名前変えますか。そうそう魂の、杉ちゃん鈴ちゃん魂のラジオとかに変えますか。じゃあダメそれ加藤ちゃんケンちゃんみたいな強さがある。加藤ちゃんケンちゃんなんとかテレビみたいになっちゃうから。確かに。でも老若男女受けは良さそうですね。こうか確かに。こうなんか柔らかい感じです。まあまあわかります。わかります。そうだからね、こう戦うってことも素晴らしいけど、改めて感謝するタイミングでもあるなーなんて思ったりもして ね。なんかさあということでございましてね、はい、じゃあちょっともうやっぱこれダメだわ。これ時間短縮したってダメだわ。時間も結構いきましてまた結局45分いっちゃうわこれ。なんだよもう俺らはもうね、しょうがない。45分ってのはやっぱあれじゃないですか、サッカーでいうね。45分ってのはないね。でこのロスタイムがまた長いんだここから俺らのロスタイム。いやだからちょっと久しぶりね、ほらコロナも5類に移行してね、まだまだ、ね、あれですけども、まあ外に出ていいっていう世間的な流れもあるんで、はい、まあ、はいはい、そろそろ家族で栃木の旅行に行って、うん、ね、あのグランデさん行って、うんうん、でずっと家族で昔からお世話になってるファンタスティックモーションさんに、お久しぶりですとか行ったりとかして、うんうんうん、でその流れで多分いちごの里行きたいって息子が言い出すから、はい、いちごの里さん行って、はい、で帰りまたどっか行こうよって言った時に、スーパーの平屋さんかなんか寄ってね行って、食べて何大門さん行って汗流してね。そうそうそう入ってきましたね、うまく。じゃあ共同作業ということでいきますか、鈴谷さん。そう。なんだろう、はい、そうそう。栃木をね、満喫しましょうよ。満喫して、そうなんですね、はい。そうしましょう、そうしましょう。はい。さあ、ということでございまして、またちょっと長々とまたジジイどもが喋ってしまいましたけども、ネーミングはすずちゃんとすぎちゃんですからね、お願いしますよ。すずちゃん。はい。はいはい。
さあということでございましてね、またあの7月またぐいぐい行ってくれることを信じてます、うん、栃木市、うん、僕らもですね、できる限りのこと微力ながらですね役割意識して頑張っていきたいと思います。あ、皆さんもですね、栃木市、の魂を掲げながらですね、一緒に僕たちと、そして僕たちが皆さんと一緒に応援させていただけるという、環境で、後半戦みんなで頑張っていけたらなと思います。はい、さあということでございまして、やりきりましょう。はい、さあということでございまして、お時間でございます。長々と、はい、本日もですねお聞きいただきましてありがとうございました。さあということでございまして、今月からコンビを組むことになりました、すず、ちゃん、すぎちゃんのすずちゃんでした。ありがとうございました。すずちゃんでした。ありがとうございました。さよなら。